こんにちは、総会塾の久保です。 N 国党の立花隆さんが埼玉県のね、あの選挙に関しまして、池袋でね、池袋駅だったと思いますけども、街頭演説をするということで、まあ、前代未聞だということなんですよね。そうなんですよ、埼玉県のことなのに、なんでね、池袋をその地区を越えて演説をそんな池袋でするのか、これ久保さんに、 N 国党大好きな久保さんどう思いますかっていうね、そのお問い合わせが今ありましたんで、私の考えをお話ししましょうか。これ非常に簡単ですよ。まあ、合ってるかどうかわかんないですけども、結局埼玉県にお住まいの方、20代30代が多いと思いますけども、どこで働いてるか、これ東京で働いてる可能性が高いんですよ。で、東京は対立候補の上田さんっていうのは全くノーマークなんで、こういうふうなね、遠距離通勤をされてる方に対してもちゃんと票を取っていこうと思ってるはずなんですよ。きっとここね、裏付けを取って、数字の裏付け取って、池袋駅だったら埼玉から通ってる方がいるんじゃないかみたいなことでやってると思うんですよ。ただ私ね、土地関係とか位置関係全く分かりません。普段広島いるんで、本当に埼玉からその池袋駅を通じて東京で勤務する方とかね、毎日のように往復活動してる方がどのぐらいいるのかとか、実際にそれがね、できるのかどうかは分かりませんけども、私が遠くから見てると、立花さんはそうすることによってメディアに取り上げられるのか、もしくは直接まあね、埼玉から出勤されてる方がちょっと昼休憩とか夕方の時間に、あれ噂の立花さんじゃんみたいな感じで見て、それで埼玉に帰った時に投票しようかな、埼玉、立花さんへみたいな形になるのかなって思いますけども、どうですかね。他のなんか考え方とかあったら聞いてみたいんですけど、皆さんいかがでしょうか。まあ、私はね、単純にそういうことなんだろうなと、立花さんが計算するんだったらそういうことだろうなと思ったんですけどね、正解かどうかは分かりません。それではね、実際どうなのか、ちょっとね、結果が楽しみだなってところもあって、私は、N 国党のね、立花さんの今回の埼玉県の追加選挙の補欠選挙、これはね、終わるまで見ていこうかと思いますけどもね。それでは失礼します。もうできれば演説したいぐらいですね、私がね。